こんにちは。今日もどこまで難しいやっていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バウムロックで階段作り、楽しそうなコースなのだ。どうにかしてオンオフ叩けばクリアできそうですね。コース名の指示通りに階段作ればいいのだ。階段作るのは面倒くないですか？全部右端に積んでもいけそうな気がします。そういうコースじゃないと思うのだ。制作者がかわいそうなのだ。完成したものがこちらになります。正確にはあと1段で完成です。時間が超やばいのだ。ちなみにベストタイムは5秒です。絶対ポイジョン使ってクリアしてるのだ。あと2秒しかない。間に合え。ギリギリすぎるのだ。対戦ありがとうございました。今日も楽しくキッズコースやっていきましょう。コース名が読めねえのだ。あのベル欲しいですね。クリアタイム37秒。おっと、これはガチガチのキッズコースで嬉しくなりますね。変態なのだ。ドッスンがパックン全部持って行ってくれました。画面端から顔出してるのだ。なかなかしぶといですね。やっとスタート地点から出たのだ。ベルもゲット。この辺のブロックは壊していいかな。むむ、閉じ込められたかと思った。済ませては来ないのだ。ちょっとした嫌がらせくらいですね。この穴を避ければ大丈夫なのかな。よっと、あのドッスンに乗ってみます。ドッスンリフトなのだ。移動が早いから何かあっても対応できないんですよね。これ、この土管入っていいのかな。一応上を確認します。入るしかなさそうです。土管の後もお手柔らかにお願いします。あんまり期待できないのだ。なんか全然違うコースが始まりました。とりあえずパウ持っておきましょう。弾避けてればいいのかな。ブロックが飛んできたのだ。フラワーですね。床に穴が。避けさせる気なさすぎ。この土管入らないと積みそう。無理でした。最後わちゃわちゃしすぎなのだ。適当にパウ投げてみますか。やべえことになってるのだ。土管に入り損ねた。そういう問題じゃないのだ。なんか喋るのだ。チビになったけど裏はあるんで、こういうパターンもあるんですね。やっと土管に入れました。そんな難しくないのに絞りすぎなのだ。ここがゴールなのは分かってます。裏面行く前に土台見えてたのだ。対戦ありがとうございました。パウなんチャラパズル。パウでなんかするんですね。適当すぎるのだ。何からやるんでしょうね。土管入れたりしますか？無理なのだ。全体を見てきましょう。正直何すればいいのか分かりません。ここで行き止まりですね。オンオフ変えたら何か起こりそう。何かは起きてくれないと積んでるのだ。甲羅追いかけてみます。フラパがいなくなってメットが取れるようになりました。そばにあるドアがリセット用だと思います。リセットしてみますか。パウとブラパを復活させるためにあると思うんですけど。こっちのグラパをどかして鍵をゲットしないといけないのだ。この甲羅でドア塞いでるやつ倒せませんかね。こいつパウ効かないんですけど。これどうするのだ。100秒ほどカットしました。いろいろやってたけどよくわかんなかったのだ。なんか倒せました。自分で投げたやつじゃないとダメとかそういうルールでもあるんですか？これわかる人いたら教えてほしいのだ。2部屋目に来るのに3分かかってしまいました。とりあえずパウ投げてみますか。土管からメットが出てきたのだ。さっきと同じ感じでやってみますか。パウ置いておいて甲羅投げます。何も起きねえのだ。敵見えてませんしね。なるほど、こいつを倒すみたいです。この辺から投げて登ってみましょう。倒せました。甲羅投げたマリオから衝撃波でも出てるんですかこれ。急に道がめんどくなったんですけど、あの甲羅と勝負すればいいのかな。わかんねえのだ。それっぽい気がするんですけどね。フラパが道塞いでます。塞いでるのだ。わかりました。あの甲羅が来る前に自分で甲羅投げないとダメなんですね。でも鍵が手に入ったのだ。しかもこいつ倒さなくても通れますね。めちゃくちゃ頑張ってるのだ。この鍵ってこの先で手に入るやつだと思うんで、致命的なガバだと思うんですけど、この部屋がどういう仕掛けかわかりませんけど、鍵ドア入っちゃえばクリアできそう。やっぱりさっきの部屋はボス部屋だったのだ。適当にパウで道開ければクリアですね。もっと敵貯めて3アップすればよかった。対戦ありがとうございました。むちゃくちゃ簡単なんだけど、やっぱり自分たちがなくてはなかったんだよ。マジで意味がわからんのだ。やばいの来ましたね。いっちゃなんですが、普通のキッズコースに見えます。コース名ほどのヤバさはなさそうなのだ。まずはあの見えてるベルを取りたいです。普通に取れそうです。ベルゲットなのだ。下の50コインはかなり危険を感じるので取りません。キッズコースの透明度感はなるべく入らずに進めていきます。入ると何が起こるかわからんのだ。私は透明度感入るよりここから右飛びした方がいいと思いました。地面があって人安心なのだ。ちょっと左の方に行きましたが、少しコインがあったくらいなのでちょっと。ナイス中間なのだ。ここはバネの足場を渡っていくだけかな。バネを持っちゃうのだけ気をつけます。バネゾーン終わりなのだ。透明度感の先を確認します。本当に入るの嫌いだわね。確認しなかったせいで3機減るのもバカバカしいですしね。これがどこまでの難しいじゃなかったら入ってたかもしれません。透明度感入ったらゴールなのだ。ではこの勝利確定の土管に入りましょう。
対戦ありがとうございました。フライング、メカクッパ、空飛ぶメカクッパみたいな意味かな。どういうコースなのだろうね。どういうコースか、すべて理解しました。スピンで踏み続けて、右端に行くコースです。マントあるなら、そんなに難しくもないと思います。こういうコースはいくつかやったことあるのだ。あとは、メカクッパの尻を踏んでいくだけです。地面スレスレくらいを行こうとしたらミスりました。やり直しです。次は、もう少し高めに調整します。あとは、目的地が高いところにあるか、低いところにあるかくらいです。今回は、低めにして進めていきます。めちゃくちゃ橋が遠いのだ。多分、限界近くまで、遠くにゴールがあります。高さ足りませんでした。ここから登るくらいなら、やり直しでいいかな。帰ります。今度は、できるだけ高いところを進みます。ちょっとこれやばいのだ。やり直しなのだ。うへえ、普通に一番上にドアありました。やっと行けそうなのだ。あーあーあーああああ。何やってるのだ。戻ってきました。今度こそ決めるのだ。あ、また失敗してるのだ。まだ終わってません。リカバリーを決めてみせます。ミスしなきゃこんなに苦労しなくて済んだのだ。勝ち申した。対戦ありがとうございました。ドッスンを避けろ。どういうコースか大体わかるのだ。条件がメットマリオですが、最初にもらえそうです。でも、この後ダメージ食らっちゃいけないのは、ちょっと厳しそうです。毒沼が上がってきて地面歩けなくなったのだ。とりあえず、予備のメットを持ってスタートしましょう。あの狭そうな足場以外乗ったら死にそう。床があるかはかなり怪しいのだ。これ次のダッスン乗るの届かなさそう。地面があるのを信じることにします。許されたのだ。ネットの補給もできるっぽい。思ったより優しいコースかもしれません。ゴールが見えるのだ。結構短いコースでしたね。対戦ありがとうございました。SDW7-1、ワールド用っぽいです。足場ないけど、土管から何かが出てくるはずです。カロンが出てきたのだ。そこそこしっかりした足場が出てきたので、進んでいきましょう。やばい足場だったらパスする予定でした。落下するだけの足場とかも普通にありえるのだ。これ上は届かないので、右行きましょう。このパを叩けば、カロンが浮きそうです。裏パがいなくなってカロンが移動できるようになったのだ。今右には進めないので、カロンを踏んで上に行きます。カロンコーラが土管から出てきたのだ。これ出てくる、土管あったらほぼ3アップできるのが素晴らしいです。これは前もやってたのだ。10個くらいコーラ重ねましょう。明らかに数多すぎだったのだ。めんどくさいから数えてないんですよね。ともあれ、これで3アップ確定したので、先に進みましょう。このコースコーラ以外のアイテムもらえなさそうな気がします。裏パが道を塞いでるのだ。多分上になんかあります。届いてねえのだ。畜生、ちゃんと上を確認するべきでした。えっ、嘘を、戻ってきました。今度は、ちゃんとパを叩きます。高さめっちゃギリギリなのだ。ここはカロンに乗っていけば良さそうです。大きくジャンプすると頭がトゲに刺さっちまうのだ。今さらこれくらいで死んでられません。中間、ありがとう。やっぱりアイテムはなさそうなんで、このコース事故ったら即死です。気合で一発で通していくのだ。中間の後、もうまともな足場ないんですが、それは、ここはちょっと休憩できます。めっちゃ事故りそうなとこきました。裏パ避けるの地味にむずいのだ。ここはタイミング合わせないとですね。やらかした、タイミング取れてなさすぎだったのだ。いい加減、次はクリアするぞ。アップな。ここ普通に難しいと思うのだ。またカロンコーラを使って進むみたいなのだ。このコース結構きついのに長いです。最初に、この辺りのギミック来てたらパスしてたと思います。めちゃくちゃ事故りやすいコースなのだ。そろそろゴールさせてください。ここゴール前だったりしませんか。どうやら違うみたいです。ここからは死んだふりも使っていくのだ。効果時間がよくわからないから、あんまり使いたくないんですけど。勝手に死んだふり出ちゃいましたけど、うまくいったみたいです。コーラ捨てないと届かないのだ。結構、高さギリギリに見えます。オッケー。ちゃんと3アップあるのは良いコース。対戦ありがとうございました。ここで高評価をお願いすると押してくれる優しい人がいるらしいのだ。世の中には、そんな優しい人がいるんですね。高評価よろしくお願いするのだ。よろしくお願いします。